桜井小太郎昭和28年11月11日は日本の建築家。日本人初の英国の王立建築家協会、建築士である。明治3年9月11日、金沢藩出身の維新政府官僚である桜井農館の長男として東京市神田区神田山川町に生まれた。東京婦人城中学を卒業、第一高等中学校に入学するも中退。 東京帝国大学工科大学づくり科学科の専科生となる。同時にジョサイア・コンドルの建築設計事務所で建築実務の指導を受ける。1889年9月、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ建築コースに入学、学術的建築科と美術的建築科に在籍した。1890年7月、同カレッジを卒業。学術的建築家は主席で、 ドナルド・ソン賞を受賞。美術的建築家は、第2位の成績で褒賞を受賞した。大学卒業後、ロンドンのプロフェッサー・ロジャース・ミス建築事務所で2年間実務収集を行い、また、サマセットシア地方の建築の実地調査において、英国王立建築家協会賞を受賞した。1892年3月、王立英国建築家協会会員登録試験。 制度の認認定試験に合格格しし会公認建築家資格を取得した1893年11月、日本に帰国。1896年10月、海軍技師となり、クレチンジュフに赴任する。1903年11月には、クレチンジュフ系リブ建築課長に就任した。1913年に、海軍技師を退官、ソネ達造の勧誘で、 三菱合資会社辞書部に入社、議士長として主に丸の内ビジネス街建設に携わった。1923年5月、桜井小太郎建築事務所を設立。1935年春光の横浜商金銀行神戸,神戸支店の設計を最後に引退した。1953年11月11日、83歳で没した。ありがとうございます。